はい皆さんこんにちは、えー、今日はねちょっと昨日痛ましい事故があったんでえー、航空機の衝突事故ですよねちょっとこれを特集してみたいと思いますでまあ要は滑走路上でですねぶつかったんですねであのくしくもねこれ2週間ぐらい前なんだけどあのカナリア諸島の テネリフェ空港のねあの話をちょっとちらっと触れたんだけどまあ同じようなことになってしまってでまあこういう事故をえー、なんて言うんだったっけなちょっとさっき記事を読んだんだけどえー、っとまああの JAL の方は A350 ですよね。 あのエアバスの大型機ですよね解放の方はねちょっと報道してるあれが少ないんだけどボンバルジアのですねえっ、ー、と MA722 というまあ小型機というほどではないんですよセスナとかのレベルからしたら全然大きいんですね。うん だから中型機といった方がいいんじゃないでしょうかね。えー、そうですねでそれがその基本的に情報としてはその海上保安機がえ滑走路にいたんですね。これね羽田まあここですよね。でね羽田っていうのはこの。 滑走路4つあるんですねこれ、うん、これ反時計回りにここから A あすみません ABCD と4つあるんですけどあ今1人飛び立とうとしてますけどねでこのここが C なんです今1人このプレイヤーが飛び立とうとしてるありますけどこれが CC 滑走路なんですね。 であのーあ、今もう、もう1機出ましたね、このプレイヤーが今、侵入してようとしますけどで、あのー、海上保安機がこの C 滑走路のですねこの南の端っこから、まあ、離陸しようとしてたんでしょうね、止まってたんですよ、今、このちょうど丸、白い丸があるじゃないですか、あの辺りですね。 でこれもっと拡大するとこういうふうにこ,うこの滑走路に侵入する侵入口があるんですよ、この赤いマークで1 2,、2、3こっち4、5ってあるじゃないですか、うん。で、この侵入路のですね、おそらくちょっとそこまで記事なかったんですけど、この、えー、端っこから300メートルって言ってたんで。 多分ここだと思います、ね、こっからこう侵入してここで待ち構えてたあ今1人降りてきましたね、うん、そうそうこまさにこんな感じ降りてきてバーンとぶつかったんです地上でまあこれはあのゲームだから接触しないようにあのゴーストになってぶつからないようになってますけどね、うん、この今白い丸の辺りにあるところにそのボンバル解放のボンバルジャーが止まっていてこれから まあ、多分離陸しようとしてたんだろうけどでそこに着陸してきたんですねエアバスが後ろからですよほんでねあの地上でぶつかったんですけどでこれがねあの時刻でいうと昨日のです2日のです、ね、午後5時47分だから、まあ、東京で私もあの時間ありますけど5時を過ぎたらねもうほぼ真っ暗なんですよ うん、だから5時47だとねほぼもう真っ暗ですってというか真っ暗ですね、うん、でそうですねこの C 滑走路でこの滑走路のちょっとこっちの方にはあの中期スペースがありますよねでこの白い丸でこうなってるのはランプ807中期ランプ806中期ってまあ車で行ったら駐車場みたいなもんですでターミナルがここにありますね 1> あの第1ターミナル第2ターミナルっていうのかなちょっとあの詳しくは覚えてないですけどでまあそういうところの事故だったんですよねでその解放機はあの新潟のじあ石川県か事故であの物資をですね運ぼうとしていたらしくまあそれだけにねちょっと。 痛ましい事故なんですけどうんまあこの羽田っていうのはね私も今回初めて知ったんだけど滑走路が4つでしょでこの C っていうのは3 3 0 0ルぐらいあるんですねすごい 3km ですからね長いですよねでね私成田の方が大きいんだとてっきり思ってたんだけどあのー 成田空港って案外2本しかないんですよねこれねうんここですけどに成田は2本しかないしえっとまああと関空ですよね関空もね意外にもねこれです関空も2本なんですであと大阪国際 痛みですね。痛みも2本ですね。うん、そのうち1本はちょっと短いですしね。うん。だからだいたい2本なんですよ。全部羽田は4本だからね。あのー、すごく大きいですよね。私はちょっと成田の方が大きいと思ってたんで。まあ、チューブもありますけど、チューブに至ってはあの1本ですからね。うん。 あと福岡はっちそんな大きくないはずだよね福岡空港はねこれかな1本だよねうんあこれじゃないのかなう他にもあるのかなうん多分でもこれだと思うんだけど あ関,門関門大橋関門ブリッジがあるんですねまああのー、そんな感じでね結構羽田って大きいんですよ4つありますんでねこのとと半時計回りにねまあ今まで私フライトやって散々やってきてもう340本ぐらい動画上げてるんだけど空港にあんまり注目してこなかったんですよねなんか空港 どうでもいいいみたいなあのこれね他の人のフライト動画とか見るとなんか空港にものすごくこだわっていいる人もいますよね、うん、あのこういうね中期スペースからずっと行ってタキシングっていうんだけどこうちょっとエンジンを回しながらですねあの地上をこう走行していってですねほんでこの進入口まで待機して。 であと管制官とやり取りしてですね「はいそこで待機してください」はい「はいはい侵入してください」って言って侵入して「えー、とはい離陸してください」になるんですよ。いちいちそのポイントポイントまであの指示があるんですねそう。勝手に侵入しちゃダメなんです。そそうですよね後ろからドーンとあの着陸してくるから、うん、それ接触事故になるに決まってますんで。 でそういうい管制塔とパイロットとのコミュニケーションというのはすごく大事なんですね。でそれってだいぶ自動化されてあのルーチン化されているとはいえやっぱりその人力というかあの人間の,その指さし確認じゃないけどそのレベルのものも結構多いみたいで,です、まあ、私もちょっと詳しいわけじゃないんですけどだからそこのコミュニケーションギャップで何かミスが出たんだろうと。 であのー、そこでよく言われるのがその最近のフライト状況の過密ですよね、うん、だって1時間に80本離陸するとか言ってるんだからどんんなな世界だって1分1分に1個以上1機以上離陸してるわけでしょ同じ滑走路から。 うん、それは事故も起きるわなと思いますよね過密これねちょっと JB プレスの記事を読んでたんですけどああそうそうそう滑走路上での飛行機事故をランウェイインカーションランウェイというのは滑走路だねインカーションというのが、まあ、接触事故なんですよねランウェイインカーションとていうんですよ。でこれの代表があのテネリフェですよね。 えっとほんでね最近は GPS でポジションも分かるしレーダーも行き届いてるんであの各機体の位置関係というのは確実に把握されてるはずなんだけどまあそういう意味では事故が起きにくいはずなんだけどあのやっぱりね起きてしまうんですよ。 ね、でそうシーカー走路でエアバスの方は379人脱出でこれが本当に何よりでしたよね。なんかものすごいあの映像を見たら火災でしたけどねうんあれがだから機内に回ってこなかったのがね、うん、火災の煙ってね大体あの高層ビルの火災でもそうですけど火で死ぬ っていうよよりは煙の一酸化炭素でで死ぬんですよねだからそあのなんかね乗客の声で「早くドアを開けてくれ」って言ってたんであれ本当にな臨場感ありましたけどねちょっとだから煙が中にある程度入ってきてた面もあったんでしょうかねあれ。 えー、あとはねその5時47分だから、まあ、真っ暗ですよねそうするとあの気が付かなかったっていうんだけど JAL の方はだけどその暗くてもです、ね、主翼とか尾翼にこうポジションランプっていうのをつけるんで、まあ、車でもつけますよね。 あのそんなにまだ真っ暗じゃない時にポジションランプつけると思うんだけどあれをつけてるから気づかないってことはないんじゃないかという意見も出てますしほんでねあの元機長元パイロットの人が記事を書いてたんだけどあのゴーアラウンドですよねやり直しっていう。でしかもあの制服2人パイロットが乗ってるんであのゴーアラウンドが。 なぜしなかったのかっていうでゴーアラウンドはねもうあの地上1 5ルぐらいでも気づいてもできるらしいんですよギリギリでもで場合によってはあの着陸してからまた上がるっていうのもできますんでなんだけどそうなんだよね気づかなかったと言っていますでえっ、ー、と会見して コメントがですねパイロットは正常に進入して通常通りの着陸操作を開始したところ衝撃があったと言ってますので全く気づかないというその会見のコメントからはですね全く気付かなかったという読み取り方ができるんですけどで今回あの、ああのれフライトレコーダーが完璧にあの 2, 2台で取れますよね。 お互い2台で取れますしあとね機長がね解放機の機長も生存してるんであの怪我をされてますけど生存してるんであのそういう意味ではですねあとで検証がやりやすいっていうのもありますよねただ全部公開するのかは知りませんけどもまた隠したりしないのかちょっと不安ですけどね、うん、だって機長が 2, 人2組とも残る ね、2つとも残っていてフライトレコーダーは、まあ、ほぼあのそのまま撮れますからまあ検証は全くそうそうできる JAL の方の音声聞いたらね「あなんかいるぞ」とかって言ってたらもう丸バレですからね。 まあしかも解放の方はねあの後ろから来るわけですからもうびっくりしたでしょうねび,、まあ、びっくりする間もなかったんでしょうけどまあすごい衝撃でなんか粉々になってるような感じですかもうでこれあこれじゃないわボンバルジアのねそれがどれぐらいの機体かっていうとねちょっと 新聞記事で見たんですけど、まあ、エアバス350っていうのは、えー、なかったっけな。これが320か。まあ、近いと思うんですけどね。うん、320、こっちが310か。 ででボンバルジアの方はあの写真からいくとね長さが2 5ルって言ってたからなまあまあ長いんですよね、うん、これぐらいかなこのデキストラアビエーションのうんななんとなくその辺りえー、ですか のでうんこんな感じですよプロペラ機ですしねあこれ回転できるんかうんこ多分ねこんもうちょっと大きいかなあっちの方がうん こんな感じで,でその後ろから来た時に、まあ、これとぶつかって、まあ、跳ね飛ばした感じになったんでしょうねでところがその衝撃がですね全くなかったのかのような感じでねそのエアバスの方のけが人が、まあ、ほぼいないんですよねあれがすごいなと思ってねこれよりもうちょっと大きいですよあのボンバルジアの方。でそれを ねえあの着陸時新幹線ぐらいの速さがあるんで時速250キロぐらい出てるらしいんでそこそれでぶつかったら普通衝撃がすごいような気もするんだけどそうでもないのかな全くねあの JAL の方の乗客も乗員もけが人がなかったですからね。あの あれで脱出用シューターで降りるときに何か怪我人をがあったとかあれ,書いてあ,るあれそれ違ったかな何んんかの人為的ミスですよねでその えっとなぜ事故になったのかなんですけど、えーまあ、そ何らかの,そのコミュニケーションミスがあるんですね。で「あのはい着陸所着陸あ滑走路進入してください」って言って「分かりました」って言って入ったでそしたら「はい離陸してください」で離陸するんだけど。 どういうわけか離陸してくださいなのに離陸をしなかったのかもしれないですねで離陸をせずになんかもたもたしていてでそうしたら、えー、後ろから、まあ、よ予定通りの時刻に降りてきたとでもしくはその、えー着陸えー、滑走路に進入してはいけないのにまだうんまだ行けないのに、えー 何か聞き間違えたのか,か何かのうっかりして侵入してしまったのか侵入していて後ろから来たのかうんまあそれかその JAL の方がうん何でしょうね着陸すべき時刻よりも早めに着陸してしまったんでしょうかどっちかがおかしかったと思いますうん。 解放機か JAL かのどちらかがその計画通りじゃない動きをしたと思うんですね。管制塔の指示、まあ、もしかして管制塔の指示自体が間違っている可能性はあるんですけども、えー、要するにその1時間に60本、まあ、そ,そこの時期はどれぐらいの密度で飛んでたのか分かりませんけど まあ仮に1分に1回飛んでいくとしてえと1分に1回離陸していくわけですよねだからそのタイムスケジュールに従わないといけないんですねうん1分に1回飛んでいくわけですからそのタイムスケジュールに従っていかないといけないんだけどそのタイムスケジュールを乱す行動をどちらかが取ったってことですね解放期か JAL 期か どっちかがそのスケジュールを乱しまたその乱していることに気づかなかったんですお互いで管制塔も気づかなかったとなぜかでしかも暗いからあの目視で回避できなかったんでしょうね、うんまあ、今はあの景気飛行っていうえっと IFR っていうんでしたかなインストゥルメンタル えー、フライトルールっていうこれだけでもできるようになってるんであの機器が発達してるんで、まあ、VFR っていうビジュアルフライトルールっていうのもあるんだけど、まあ、もちろんこれの方があの目視を使う分安全度は高いんでしょうけど、えー、あとは情報としたら うん「日航機14人けが」って書いてあるね。喉の,の痛みや首の打撲などを訴えていると。ということはそのぶつかった衝撃もちょっとはあったんでしょうか。えー。 そうですねでボンバルジア機は全長2 5ルですねはいまあまあ大きいですよ25って言ったらうんだからさっきのあの機体よりこのデキストロンアビエーションのビーチクラフトよりも大きいですね まあこれでねちょっとどうしましょうこのまま離陸して着陸してみましょうかちょっとせっかくなんでね、えー、今5時23分なんでまあ多分ね同じような時間帯です これちょっとリアルタイムそうリアルタイムでねこれできるんであちょっと夕日がさしているぐらいかなあすいませんちょっと3分間離席しますのでちょっと待ってくださいちょっと所用で3分間離席します はい、すまません、まあ時間的にはね、47分だったから昨日の20分前なんであ書いてあるなこ,このボンバルジア機はね5時半に離陸予定だったが離陸が遅れていたとみられるって書いてありますね。うん 5時半に離離陸陸予定だったたが遅れていたそれはちょっと重要な情報ですね。だって事故は47分でしょうん。だから17分遅れてるわけでしょそれが原因がね。まあそういうことはよくあると思うんですけどね。うん。まあその場合は管制塔,塔の方で。 スケジュール調整をするはずなんですけどじゃあこれをちょっと飛んでみますねあそうか間違えあのあれにしたらよかったなちょうどタキシングからやればよかったなまあ降りてからやってもいいか タキシングとかもほとんどね僕やってなかったんでねこのゲームでは普通に飛んで降りて終わりにしてたんでまあちょっと今後はねその辺もこだわっていきたいですねうんもうねこれリアルタイムの 5時20今5時ほぼ5時半なんですけど真っ暗ですねそうそうでねボンバルジア機がこうやってあのー、待機してたんですねうん多分離陸だ5時半に離陸しようとけそういうスケジュールだったんだけどどういうわけか 5時47分ぐらいまで <laughs> 離陸できずにいたとでこれシー C ス走路の北側シー C ス走路の南端から今飛ぼうとしてるんであのちょうどその解放機と同じところに今ポジションですでまあ見渡すとこういう感じでもうこっち海ですからねうん後ろからこう 着陸してきたわけですよエアバスが。でまあこういうふうにあのライトまあこれこういうふうなライトで,で尾翼もちょっとライ今赤いランプがね点滅してますよね。でこういうポジションランプがあるんでまあ見えるっちゃ見えるんだけどただその滑走路にこの明かりがですねずっと。 ついてるんで。まあ紛らわしいっていうのはありますよね。その滑走路の誘導灯がずっと綺麗についてるんでね。それが紛らわしいっていうのはありますね。それでは飛んでいきます。 まあぐるっと一周してまた同じ方向で着陸していきたいと思いますねはい今飛び立ちましたこういう感じですね まあ3キロありますからね3300あるんで大きい長い滑走路ですねあれこれ <laughs> 車輪を格納するやり方を忘れちゃいましたすいません <laughs> ちょっとコントローラーを変えたもんでね、まあ、出しっぱなしでい <laughs> きますぐるーっと回ってまた南側からね着陸していきたいと思います 過密スケジュール問題はね前から言われてるんですけどいやーもう私はあの管制官のなんかは絶対にやりたくない仕事でねあんな責任重大な仕事はないですよ本当にもうあのレーダーにどんどんですね あの飛行機のマークであっちの伊豆半島の方からどん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 ですね向かってくるのを全部コントロールして無線で制御していくわけですからうんすごいなと思いますねあれは管制官の仕事っていうえこれがはいシーカス走路のね横から見たとこで。 これが D か D ですよねあれこれがね東西に走ってるのが D でうん滑走路とか気にしたことなかったんでねでここにまた 降りていいいきたいと思います。ちょっと私も着陸そんな得意なわけじゃないんでねうまいこといくかどうか。 あ,あちょっと低くなっちゃった高度がねこれ難しいですよね夜は本当ねあの海面が判別できませんからね見えないですからね黒い暗いですからこの滑走路はね明かりがついてるんでまだ分かりやすいですけどねまあこれ本当はこんな危ない 角度は許されないんでしょうけどちょっとゲームなんで許してほしいんですけどもまあこれのかこれがねあちょっと <laughs> やっぱりやり直しますすいませんさすがにちょっとね無茶な ランディングを <laughs> やっちゃいけないんででも A 滑走路の誘導灯がなんか全然出てないんであれは何なんでしょうね <laughs> C はすごく明るく出てますけど 他の滑走路が暗いですねなんかうんこれが D ですよね東西方向にあのよくお。 大田区とかね目黒とか渋谷の辺りからもう最近はあの低空でね侵入してくるんでねあのよくジェット機が見えてびっくりしたなんていうあ,れありますけどねあれは飛行ルートがちょっと変わったんでしょうかね、最近あの陸側からか侵入してくるんでね あすみません、また着陸めちゃくちゃ下手ですねもう一回やり直しますすみません、もっと遠くで行かないといけない遠くからやらないといけないこれが C ですね。 めちゃくちゃなねフライトですいませんけどねもっとだいぶ遠くから来ないといけないんでもうついついゲームだと思ってねいい加減なこうギリギリの着陸をしようとしてしまうの、ね、これがだめなんですよねちょっと十分に距離を取って。 もうちょっと海に行きますともう真っ暗ですからね、うん、これはもうだから夜の不時着なんていうのはまあかなり難しいですよケーキを使うとはいえ、うん、あだいぶいい感じに離れてきたんで、うん、じゃあそろそろああプレイヤーが 降りてきますねまああの人でもねだいぶ下を飛んでるからねあの人うまいですね十分に余裕をとってまあこのゲームはねあのー、景色を楽しむ人とそのフライトのシミュミレートにこだわる人と分かれるんですようん。 僕はもう景色の方ですけあっ、やばい今、着水しましたよ、すいません、このゲームなんであの墜落しないんですよね、なんか <laughs> 跳ねて今、上に戻りまして。 ケーキ見てなかったんではいもう水力はほぼ切ってもう慣性だけでいってますね今グライダーみたいに。 えー、105ノットぐらいですから、まあ、180キロぐらいですね時速うん、まあ、あんまり速度が下がるとねあのストールしてしまうんでねまあ今度はうまくいきそうですいや本当ね夜の着陸はやったことないんで 難しいですね、やっぱ暗いとねやっぱりプロとはいっても難しいと思いますねなんか高さの感覚がね非常につかみにくいというかねうんこんな感じであのー、ここの端っこから3 0 0ルのところに開放機がいたんですねちょっとそれがどの辺りなのかこの緑の線 の手前ぐらいですかあのもうちょっと奥ぐらいですかね分かんないですけど、うん、こんな感じでぶつかっていたんですはい今、まあ、無事着陸しましてまあ結構街の誘導灯の明かりとかであるんです空はねまあまあなんとなく明るく見えますね あのまあちょっと太陽のあれもあるのかなよしまあこういう感じでねうんまあ JAL のパイロットの視点がお分かりいただけたかと思います。 それではご視聴ありがとうございました。